バントスラジオ始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のテーマは先ほど終わりましたサガン鳥栖 VS コンサドーレ札幌の感想会です。はい、今回は試合の感想、そして良かった選手、最後に次節神戸戦に向けて鳥栖サポのタッケに話してもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず、90分終わっての感想ですけれども、いかがでしたか？いやー、苦しい試合でしたね。まあ終わってみればスコアレスドローというような結果でしたけれども、ドローやけども、まあ明らかに札幌の方がちょっと勝ちに近かって、ちょっと鳥栖は耐える時間が長かったなっていう印象ですね。確かにね、まあ、前半からやっぱりちょっとどちらかというと札幌ペースっていう感じやったかな。そうやね、最初は五分五分やったけど、まあ徐々に札幌ペースになって、後半もその流れでっていう形かな。そうやね、まあ、前半も、まあ、相手の多分狙い通りの攻撃というか、縦パスからキーパーと1対1みたいなシーンもあったし、後半もね、あのオフサイドの判定に救われましたが、まあ、ちょっとネット揺らされたシーンもありましたし、というところで結構苦しかったですね。いや、本当あの VAR に助けられましたね。いやー、まあでもただ VAR あれ見たらはっきりオフサイドでしたけどね。うん、確かにね、まあそこはオフサイドライン、逆に言うとよくしっかり上げてたなっていう感じだと思いますけど。うん、まあちょっとまあ札幌の攻撃で言うと、シャドウのね、はい、駒井選手とかが、はい、やっぱ降りてきてビルドアップの、まあ、出口になったりするんで、はい、まあ、そことかがまあなかなか潰せず、ちょっとうまく運ばれたり、一個小前選手キレキレのドリブルあったな。まあ、あとは一回そのワイドにねボールを出して、はい、でそのワイドの選手がもうダイレクトでね、もう一回中に放り込むみたいな、はい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 、まあ、なんとかもあって、まあ結構うまくねやられちゃったなっていう感じでしたね。ただやっぱり最後のところはしっかりトスのディフェンスラインも守れてたんじゃないですか。確かにね、正直あのねオフサイドのシーンは、はい、オフサイドじゃなかったとしてももう多分完璧にやられてたシーンだったと思うんですけど、はい、まああれぐらいで、まあちょっとね決定機いくつかあったけど、なんとか、はい、やっぱねあの1対1のシーンもさすがパクって感じですね。冷静にね、飛び込まずしっかり対応しましたね。インタビューでね、相手選手がちょっと駆け引きで負けたっていうことを言ってたんで、なるほどなるほど、やっぱり自ら止めなくてもね、そういうところでプレッシャーを与えて、素晴らしいキーパーですよ。まあ、あとはゴールを割るためにはっていうところで、やっぱトスに足りなかったところ、どこになりそうですかね。やっぱね、見てる印象、今日はやっぱ札幌がね、はい、マンツーマン気味に人にプレス来るんで、そうですね、僕の印象はちょっと結構みんな下がり目で、はい、相手がどこまでついてくるのかを見て、はい、食いついたところに、まあ、ちょっと長めのボールとか、はい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 、最前線につけるようなボールでそこから、押し込んでいくような展開をイメージしてたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ロングボール蹴ったところとかもね、やっぱあんまり収まらなくて、ちょっと今日に関しては酒井選手がいたらなって思うような。あー、なるほど。まあ、ただでもね、札幌を結構苦手にしてたというところで、かつね、あの連戦のアウェーでっていうところ、勝ち点1、まあ、ある意味プラスに考えたらいいんじゃないですか。まあ、この内容でね、勝ち点1は全然悪くないと思います。はい、まあ、そういう意味では今日の試合良かった選手とかどうですか？まあ試合全体でね、あんまり流れが良くなかったんですけど、
はい、途中から入ったやっぱ林選手、やっぱちょっとまあ息を吹き返すというか、はい、林選手が収めてからとかやっぱシュートの意識も高いし、そうですね、そういう部分でなんというかまあ得点があるとしたらそこからやなっていうのが、はいはいはい、林選手のとこが一番見えたんじゃないですか。いや一個強引に行ってね、お PK と思ったシーンありましたもんね。あったね、もう完全に相手に体入れられてたのに入れ替わったもんないやそれでも強引にね行く、あのパワーやっぱ林選手の良さですよね、やしね、やっぱね足元で受けても収まるしね、体強いし使い方うまいから、うん、今日もこれで2試合連続山下選手と、本田選手がスタメンですもんね、そうですね、まあ、ちょっと次節どうなるのかわからないですけど、じゃあ次節アウェービッセル戦に向けてどうでしょう。勝ち点も結構近いんで、うんうんうん、まあなかなか負けられない試合にはなると思うんですけど、まあトスね結構前からプレスに行って、はい、そこから奪ってっていうのを狙いにしているんで、ラインがやっぱ設定が高いと思うんで、うん、まあパクがカバーしてくれてるとはいえ後ろにね結構広大なスペースがあるんですよ。はいはいはい、そこをね古橋選手とか、うん、あの裏のね飛び出し結構得意としてる選手がいるんで警戒ですね。そこは出せる選手もいますもんね、パスを。いますね、イニエスタ。イニエスタ選手今日はベンチ外だから休ませてるのか、まあ、もしくはね、セルジー・サンペール選手もいますし。確かに。いや、なかなか手強い相手ですけどね。うん。もう、この能力高い選手、やっぱ揃ってるんで。うんうんうん。ただやっぱりね、もちろん、アウェイとはいえ、勝ってほしいです。はい。僕たち、ノエビアスタジアムに、トス対神戸見に行って勝ってますもんね。覚えてますね、あれは。あれよな。イバルボ選手の PK。そうそうそう。イバルボの PK とミンヒョクのコーナー、多分。ああ、そうそう、ミンヒョクのコーナーからのヘディングで逆転勝利、うん。なんかあれやろ、ポドロスキーにボレー決められたやつやんな。2-1で勝ったやつ。あ、そうや。あ、そうや、そうや。ゴラスやったんや、確かに。うん。どっちかっていうと、俺らあっちのゴールに近くて、バッコンかまされてさ。そうやったな。うん、シュンってなってたら逆転したっていう。いやー、あれでもいい試合でしたよね。うん。確か前半のうちに逆転して、そこからはほとんど相手にチャンス作らさずしっかり守りきるっていう、その当時のトスのサッカーをやりきった記憶がありますね。いい試合でしたね、あれは。僕はなので勝手にアウェー神戸戦トスの、うん、はいいイメージ持ってるんで、勝ってくれると信じます。ぜひ勝ってもらいましょう。はい、といったところで、次節ね、日曜日ですか、またしっかり応援していきましょう。応援していきましょう。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。